赤橋方冠鳥は、肘目、方冠鳥か方冠鳥属に分類される蝶類。ブラジル固有種全長82.5から92.5センチメートル。翼長オス38から39.3センチメートル。メス35から38.5センチメートル。全身が緑色の光沢がある黒い羽毛で覆われる。くちばしの色彩は黒い。卵は、長径8.6センチメートル。 単径6センチメートルで、卵を覆うからは白い。オスは、腹部と、おばき部の覆面が白い羽毛で覆われる。下くちばし気部には、赤や、オレンジ色のコブがある。オスを別種として記載されたため、シノニムとされる、シー・ルブリロスティスの種小名は、赤いくちばしのノイで、和名や英名と同義。メスは、上面に腹部と、下尾ずつが、赤葛色の羽毛で覆われる。下に、 ヤブが密生した高木からなる湿潤林,林に生息する。植生は植物食傾向の強い雑食で、主に果実を食べるが、植物の葉、芽、昆虫などを食べる。繁殖形態は卵生。一つの巣に2羽のメスが卵を産んだ例もある。一回に2個の卵を産む。開発による生息地の破壊。 食用の乱獲などにより生息数は激減している。ありがとうございます。